埼玉県 VS 千葉県人口トップ10を代表にした団体戦編、大将戦です。埼玉県と千葉県の人口トップ10の自治体同士の団体戦ですが、今回は大将戦。先方から副将までの4戦は全くの互角、大将戦で勝負が決することになりました。大将戦も論より証拠の10連戦で行っていきます。埼玉県は埼玉市と川口市、千葉県は千葉市と船橋市。大将戦1試合目、実質交際比率と15歳未満人口比で船橋、製造業原材料使用額を千葉、建築工事費農業算数額、小売業事業所数を埼玉。埼玉市が圧勝、しかし2位には千葉市と船橋市のため埼玉県としては負けてしまいました。第1試合終了時点の順位、1位は勝ち点3、2位は勝ち点2、3位は勝ち点1、4位は勝ち点0で計算していきます。2試合目、埼玉市が財政力指数、サービス業売上、小売点数、百貨店総合スーパー数で勝利、総面積のみ千葉市が勝利。埼玉市が準完全試合の圧勝、川口と船橋が3位で並んだため合計勝ち点で埼玉県の勝利です。第2試合終了時点の順位、2都市の合計勝ち点を競う埼玉県 VS 千葉県、今のところ全くの互角です。3試合目、ゴミの少なさ、経常収支率、製造業事業所数を川口、1万人あたりの歯科医指数を千葉、薬剤指数、出生数を埼玉。大接戦となり、埼玉市と千葉市が同点の位置、川口市が船橋市を上回ったため埼玉県の勝利となります。第3試合終了時点の順位、埼玉市が3連勝、県対決としては埼玉県が勝ち点11、千葉県が勝ち点10となっています。4試合目、経常収支率は川口、地方税、運輸郵便業売上、製造業荒付加価値額、建築床面積は埼玉、総面積は千葉。埼玉市が1位、千葉市が2位、船橋市が川口市に勝っているので県対決は互角でした。第4試合終了時点の順位、埼玉市が4連勝、合計勝ち点では埼玉県が1のリードをキープしています。5試合目、ゴミのリサイクル率と面積は千葉、農業算出額と製造業現金給与総額課税対象所得は埼玉。埼玉市が千葉市に競り勝ち、船橋市が川口市に勝ったので県対決はまたも互角です。第5試合終了時点の順位、埼玉市が5連勝、埼玉県の合計勝ち点が17、千葉県の合計勝ち点が16、依然として勝ち点1差をキープしています。6試合目、日沼人口、製造業従業者数、卸売業年間商品販売額、労働実践庁、小売業売り場面積で埼玉、1万人あたりの指数では千葉が圧勝、埼玉市が準関連試合が圧勝、さらに製造業従業員数2位や卸売業年間商品販売額3位となった川口が船橋の上に行ったことで埼玉県の勝利となりました。第6試合終了時点の順位、埼玉市の6連勝、そして埼玉県の合計勝ち点21に対して千葉県の合計勝ち点が18となり、勝ち点差が3に開いてしまいました。7試合目、地方税15歳未満人口、歯科診療所数を埼玉市、ゴミのリサイクル率、農業畜産を千葉、15歳未満人口比を船橋。埼玉市が千葉市に競り勝ち、船橋市が川口市に圧勝。第7試合終了時点の順位、埼玉市が7連勝、千葉県が勝つためには少なくとも連勝を止めなくてはならないのですが、なかなか厳しいものがあります。8試合目、農業産出額、建設業売上、出生数を埼玉、果樹地人口密度、製造業事業所数を川口、農業畜産を千葉。埼玉市が千葉市に勝利し、さらに川口市が船橋市に勝利、これで千葉県は投了になりそうです。第8試合終了時点の順位、埼玉市の勝ち点だけで千葉市と船橋市の合計勝ち点は回ってきました。9試合目、
課税対象所得、農業産出額、薬剤指数、金融保険業売上を埼玉、ゴミのリサイクル率、荷重地面積を千葉。荷重地面積は千葉市と埼玉市はほぼ同じようです。埼玉市は千葉市に競り合い、船橋市は川口市に勝利。第9試合終了時点の順位、埼玉市は9連勝。全勝優勝なるでしょうか。次は最終戦です。最終戦、情報通信業売上は千葉、製造業現金給与総額、農業工種、地方税、飲食店数を埼玉、1万人あたりの交通事故の少なさは船橋。埼玉市が快勝、埼玉市の全勝優勝です。10試合を終えた最終結果が出ました。埼玉市勝ち点30、千葉市勝ち点21、船橋市勝ち点8、川口市勝ち点4。波乱なく人口順の順当な結果になりました。埼玉市が全勝優勝、千葉市は一度同点1位にするのが精一杯でした。3位争いは船橋市がダブルスコアで川口市に勝利しています。先鋒戦から大将戦前の総合結果です。先鋒は埼玉、地方は埼玉、中堅千葉、福祥千葉、大正埼玉、埼玉県3勝、千葉県2勝、よって埼玉県の勝利となります。ただ合計勝ち点と合計ポイントでは千葉県が勝っているため、実力はほぼ互角と言って良さそうです。最たる接戦は先鋒戦でした。最後まで見ていただきありがとうございました。よろしければコメント、高評価、チャンネル登録などお願いいたします。チャンネル登録していただけますと大変嬉しいです。